幅久美子コ久美子は、日本の政治学者、国際政治学者、青山学院大学大学院、国際政治経済学研究科教授、兵庫県神戸市生まれ、三重県四日市高校卒業、津田塾大学卒業、国際関係学博士、日本学術会議第一部会員、世界国際関係学会の副会長を務め、 現在世界国際関係学会アジア太平洋地域会長世界国際関係史学会日本代表理事青山学院大学グローバル国際関係研究所所長京都大学客員教授政府観光局マイスアンバサダー日本政治学会理事日本国際政治学会理事日本 EU 学会理事日本スラブ東欧学会理事ロシア 東欧学会理事、事務局長などを歴任。女性科学研究者の環境改善に関する懇談会会長。アジア共同代表議会副議長。国際アジア共同体学会副理事長。欧州研究をその国で代表する人に EU から与えられるジャンモネチェア。公益財団法人日本国際フォーラム参与。有識者政策委員。日上信弘校長時代に、 アザブ学 NPTA 常任理事を務めた。江口柏朗、桃瀬博士、蔡藤隆、宮島隆に支持。国際関係論、国際関係史、冷戦史研究、第一次世界大戦、第二次世界大戦、東西対立と東欧史研究、民族問題研究を行う。国際的には、e h k ホブズ・ボーム、ウォーラーステイン、ヘーゲル、カント、ショーペン・ハウエル、 サルトル、ソレルなど哲学者、レープハルトの多極共存型民主主義、マイケルマンの民主主義の暗部などに影響を受けた。イギリスロンドン大学、アメリカハーバード大学での研究の中で、EU の拡大と進化、ヨーロッパとアジアの地域統合の比較研究、冷戦史研究、民族問題研究、近代世界システムの終焉と新世界秩序などに関心を持ち研究を進めている。 移民、難民、マイノリティ研究、及びトラフィッキング研究など、グローバル時代の格差や、社会的弱者研究にも、焦点を当て、国際政治を、旧来の権力とエリート研究とは異なる地平から、分析しようとしている。ゼミの卒業生に、世界銀行の亀沢拓春、バーミンガム大学で博士の学位を取った、国連研究の安井裕二 東欧金星試研究の中澤達也などがいる。その他 NHK や読売新聞、朝日新聞、毎日新聞など、メディア、JICA やジェトロなどの国際協力機関、外務省など省庁など多方面で多くの卒業生が活躍している海外からの留学生や研究生、学位取得者も国際交流基金、文部科学省、学術振興会、 さらに各国アカデミーを通じて、アメリカ、イギリス、インド、中国、タイ、ルーマニア、スロバキア、ブルガリア、ハンガリー、モンゴルなど、多くの国から優秀な人材を受け入れている。ブレグジットアフター、パースペクティブズ・オン・ヨーロピアン・クライスス、アンド・リコンストラクション・フロム、アジアヨーロッパ、クミコ・ハーバー、マーチン・ホラント・エディターズ、スプリンガー、 2021、非常勤講師は今、コロナ禍を超えて、移民、難民、マイノリティ、欧州ポピュリズムの根源 ISBN978 から4から779127274。ありがとうございます。